どうも皆さんおはこんばんちは、アニジャです。シャドウオブを続きやっていきましょう。さあこのね、場所を守らないといけないね。しかし連続支配みたいなのを手に入れたと思ったんだけど、この手のマークかコンシューム、あそっか、連続試合の代わりにオログもいけるようにしたんだった。連続試合にしておこうね。オログあんまりその先導することないし、わあこれもいいな。飛んで撃つっていう感じの音ができると。クモは毒を持っており、小隊長かそれ以上の多くの弱点をつくことができる。はあ、まいちイメージが湧かないけど、まあ、今回はドレイク呼べんのかな。呼べるんだったらドレイク呼んでガンガンやりたいよね。OK、 さあミッション開始していこう。いきます。災いの源、ナズグルが襲撃してくる。砦を守れ。え、たった一人で。ハンマーハンドヘルム、ナズグルの中で最も悲劇的な王、その怒りは計り知れない。マジで？言ってくれるね。うわ、マジでたくさん来た。グールの群れじゃん、しかも。アルベガ。おお、防衛だ。You hold this fort for the bright lord. You will not. いって。おお、いって。はい、よいしょ。いてぇ、今までの謎を来るとちょっと違うな。うーわ、一瞬で。いていていて、なんだこれ。おお、熱い熱い。いてててて。どこ行った？もう一匹来た？あー、扉が。のりゃのりゃのりゃ。シャドウマウント、あっちにいるのか。今度は
くらえ。シャドウマウント。ダメだ、シャドウマウントした瞬間に燃え尽きるね、なんか。待ってるなら行く。ほい。うおお。エレメント攻撃、L2 を押しながら R2 でブレス攻撃、岩を投げる。はあ、なるほど。これ味方だった。グールを倒すと HP 回復するのはなんか勝手に死んだ。くらえ。よし、はい。全然びくともしないな、こいつ。今度はどこ行った、あいつ。シャローマウント。あっちか。グールばっかり連れてきやがったあいつ。ここから撃てば、まあ、殺されることはないだろう。岩投げる。岩投げる。どうだどうだ、これ減ってる。ちょっと遠いか。いやー、やっぱり近づかれるとダメだ。ほいほい、行って、おりゃー。うい、オッケー。うお、危ねえ。くらえ。あれ消えた。おっはぁ、ほいほいほい、消えろ。おお、やばいやばい。ほい、よし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 、ほい、ほい、くらえ。オッケー。お、ちょっと待って、痛い。嘘。あぶねえ。エレタリアーレオ。ナイス。What about yours?がっくり来てるわ。なんとかなんたね。やれやれだ。
土帝王って呼ぶのかな、ハンマーハンド、ヘルム、マークの王、そして9つの指輪が人間に贈られた。彼らは何よりも権力を欲する種族、ガラドリエル。ヘルムは古代のローハン王だった。厳格で強大な力を持つヘルムは活力に満ちた人物で、愚か者たちのことが嫌いだった。そのために多くの敵を作り、王宮内にも敵がいた。戦場ではそのスタミナと獰猛さにより崇拝の対象になっていた。食事や睡眠を一切取らず、素手だけで何日間と戦い続けられたと言われている。数日間戦い続けられたと言われている。もはややばいね。バーサーカー並みだね。ある時ヘルムは強大な力を持つ領主シリクから娘であるバーンウィンを差し出すよう迫られ、要求を拒否する。その1週間後にシリクの襲撃を受け、バーンウィンは誘拐されてしまい、瀕死のヘルムはサウロンとケレブリンボールに力の指輪を授けられる。あーなるほど。ヘルムは復讐心に燃え、シリクの砦を包囲すると、怒りに任せた攻撃を行い、ついには自分の娘をも殺してしまう。それでも彼の怒りは収まらず、部屋にいる全員が死ぬまで友人と敵を攻撃し続けた。とんでもないやつだね。サウロン、恵みの王、贈り物を持った見知らぬ者、それがサウロンのやり方だ。耳を傾ける者に毒を流し込む。やつは恵みの王であり、裏切りの王でもある。ケレブリンボール、モルゴスが敗れてサウロンが長津国に隠れていたがいた。サウロンは美男の恵みの王という姿を持った。この変装した姿で彼はケレブリンボールを含むエレディオンにいたエルフの職員に魔法の技術を教え、ケレブリンボールと協力関係を築いた。彼らには共通の目標があり、協力すれば中津国に秩序をもたらし、神々に見捨てられたこの世界を修復できると信じていた。ガラドリエルはこの訪問者を信用していなかったが、ケレブリンボールは気の合う者に出会えたと考えていた。まあ当時ね。彼らは共に力の指輪を作ったが、サウロンは密かに他の指輪を支配する。一つの指輪も作ったのだった。サウロンが一つの指輪を身につけたとき、エルフは彼の策略に気づいた。サウロンは変装した姿を捨て、エルフとの戦いを始めた。何度か苦境に立たされながらも、サウロンは力は増し続けたが、イシルドアが一つの指輪をサウロンの指ごと切り落とし、その死体を滅ぼして、霊を追い散らすことで終わりをもたらした。ははーん。アングマールの魔王。あ、こいつがクイーン州ナズグルの筆頭なんだ。へえ。サウロンの最も強力なしもべであるアングマールの魔王は、9名いる指輪の勇気の中で最も強力な存在だ。サウロンが最も信頼を置く者のしもべとして4000年以上使え、第二期に受け取った力の指輪によってサウロンに縛られている。魔王は何世紀も前に激しく戦ったゴンドールに対して特別な憎悪を抱いている。アングバールの北方王国を攻めた後、魔王の軍隊は中津国の北方地域へと向かった。そこでゴンドールとエルフの同盟に打ち破られ、魔王自身は逃亡した。ゴンドールの王子エアルヌアは魔王を追跡したかったが、エルフのグロールフィンネルに奴の破滅はまだ遠く、人間の男の手で死ぬことはないとしてとどまるように命じられた。それ以来彼はミナスイシルの支配者になることを絶望している。敗北に懲りた魔王はゴンドール人の誇りにつけ込んだ別の戦略を打ち立てた。彼は何年も後、エアルヌアがゴンドールの王になった時に再び現れ、一騎打ちを申し出た。エアルヌアはそれを受け入れ、単独で東へ向かい、そのまま姿を消した。それ以降、魔王に戦闘を挑む者はなく、ゴンドールには王がいない。ケレブリンボールがサウロンの宿敵なら、タリオンは間違いなく魔王の宿敵だ。魔王はタリオンが他の人間のように滅ぼされるだけでは飽き足らず、異常な熱意の執念でタリオンを追っている。タリオンを殺すのではなく、クニン州にしようと考えたのだ。なるほどね。スラダーン、あ、これ、あれですね。いました、この人。というのも、シェロブの記憶、すべての記憶を再生一回しましょうか、これ。まだ見てないですもんね、皆さん。シェロブの記憶、まあ、ね、コマ送り再生みたいな感じだったんですけど、すべてがようやくつながりまして、こちら。これがその映像です。We must stand against them. Destroy them.
They will only keep coming. Sacrifices must be made. You would abandon me. Sacrifices must be made. はい、まあれですね、まあこれを順々に読んでいけば分かるんですけど、私は平原と砂漠ゴルゴルスの岩ヌアンの大地を横断した。私は自分の一部を置いてきた。もうそれを必要としてはいなかった。失ったものもある。私は変わった。自分の一部を捨てなければ丸くあることはできない。彼は私をペットにし、私は彼を喜ばせた。彼は私の上を褒めたたえ、それを情熱と呼んだ。私たちは一つだった。今私は彼の帝国の端にある闇に住む。私は運命の巣を探検する。彼の高まる力、永遠なる支配の静かな目撃者として、私が光の元に出る時が来た。私は廃墟から去り、洞窟に居を構えた。バルド・ドゥアの最初の石より先にここへ来て、その崩壊を生き延びる。暗闇を楽しむようになっていった。種族も成長した。彼らは闇の森とその先まで私の支配を広げてくれる。彼らは贈り物をくれる。他の者のように。そして私はシェロブであり続け、種族の最後のものとなる。私は雲の姿を選んだ。運命の巣を歩き、その糸を織るために。冥王は別のものを望んだ。選んだ。冷たい鋼鉄の殻を。彼は機械となった空洞の男に。彼に率直に尋ねた。私の姿を目にして何が見える？化け物、誘惑する女。彼は答えなかった。じっと見るようにと私は言った。身につけた仮面は私自身と違う。この点でサウロンと私は同じだった。彼らは知識を求めてここへ来て、代わりに死を見つける。彼らは自分の運命を尋ねる。自身のため、愛する者のため、むさぼり食った者には情けをかけ、他の者は原始で呪った。運命の巣は人を狂気へと導く。己の意味を知るため、全ての糸を歩いた末、逃げ道などないことが分かるだけ。私は何年もの間光の下で過ごした。太陽にさらされて、しかしそれは私の運命ではない。私の母と同じように私は光をむさぼり食う。それは開くことのない上を満たす。しかし私が生まれたのは暗闇で、必ずそこへ戻る。洞窟が私の家になる。未来が決まっているかどうかは分からない。私の意識は道を自在に進めたが、記憶のようだった。そして記憶のように意識が好む結末に作り変えた。あれは私の恐怖か、それとも希望か。未来をそのまま見るには冷たい目が必要だ。まあ、こんな感じでいろいろあるんですけども、まあ、要はサウロンが完全に、映像でもあったんですけど、シェロブをペットとして飼っていて、もう裏切ったみたいな感じなんですよね。犠牲が必要なんだって言ってましたけど、
まあ、完全にね、次のシーンでは恵みの王として敵軍に加わってましたからね。で、まあ敵役にされて、それを恨んだまま終わっていったと。だから最終的には指輪をタリオに預けたんでしょうね、っていうのがまあ分かる記憶の断片を見せられたという感じです。いやー、運命を編む者、ウンゴリアントの最後の雇用、この不幸な世を支配させたまえ、サウロン。私は自分以外の誰にも使えない、シェロブ。シェロブがモルドールに姿を現したのはサウロンより前。彼女はウンゴリアントという古の悪の末裔であり、中津国にいる有害な雲の多くは闇の森にいる者も含めてシェロブの子孫である。巨大な雲の姿で知られ、オークや人間に恐れられている。タリオンとケレブリンボールが新たな指輪を作ると、彼女はケレブリンボールを連れ去り、指輪との交換を提案する。彼女がタリオンに与える未来の原子は、彼をミナスイシルの工場へと、その先へと導く。三者の間には奇妙な同盟関係が生まれたが、ケレブリンボールがタリオンに忠告する通り、シェロブがサウロの敵であっても彼らの味方かどうかは不確かである。書いてありますね。はは。モルドールの宙に。スラダーンいましたね、さっき。スラダーン、スジシ時代の章って書いてある。この町は魔王の所有物となった。次はお前が所有物になる番だ、スラダーン。死すべき定めの9人の一人であるスラダーンは、死んだアルゴで霊の男を意味し、第二期における偉大な章だった。スラダーンは大軍勢を率いてサウロンの砦を包囲することに勢力をしたが、サウロンの思いがけない幸福と、あ、なるほどね。あのシーンはこれだったんだね。サウロンの思いがけない幸福と力の指輪を差し出したことにより束の間の勝利を得た。スラダーンは指輪を受け取り、この決断によって彼の運命は決定づけられた。サウロンは鎖で縛られたが、やがてスラダーンが最も信頼を寄せる相談役となり、確かに隣に立ってましたからね。スラダーンの権力は拡大を極めた。指輪とサウロンは徐々にスラダーンに影響を及ぼし、彼を孤立させて弱体化させていった。やがてスラダーンは完全にサウロンに支配され、ナズグルの一人になった。ナズグルとしてのスラダーンは数多くのサウロンの軍事行動における道具となり、人間とエルフの最後の同盟との戦いではイシルドアの手によるサウロンの敗北を目撃した。サウロン自身と同様、この敗北の後にスラダーンも追い散らされ、しかし滅びはせず、数年後に闇の森のサウロンの砦ドル・グルドアに再び現れた。タルゴロス遭遇。レブナントと亡霊。レブナントはアンデッドの多くのことなんですね。はは、面白い。オーケー。で、次のミッションはどうだったっけ。セレゴスト、セレゴストに行きましょう。またヘルムと戦うのか、大変だな。いや、まだここにあるのか。ああ、あるね。ここか。せっかくだから、ヒリューを呼ぼう。シャドウマウント。このセレゴストの血を飛ぼうではないか。気まぐれにヒモのオーハフ。オーケー。斧とフンヌ。エルタリエルはエルムと、ヘルムをセレゴストの雪の山頂まで追跡した。彼女と合流しナズグルを倒せ。倒しきれるのかね。エルタリエルまたいたな。
I prefer the version where you don't impale me. 刺されない限りはありがたい。Where is the Nazgul? Nazgul はどこだ ？Nearby. Can you keep up? Do my best.It was not the first time for you to face Helm, was it? I've faced each Ringwraith more times than I can count. And you've never defeated them? Not yet. Then why do you keep fighting? In the war against darkness, sometimes stalemate is victory. For now.The battle must be won. 今は勝たねばならない。まずはドレイクを倒せて。私もドレイクを出せばいいのさ。シャドウワント。あれダメージ入ってるこれ。あー減ってるわ、減ってるね。オッケーオッケー、空中戦なら負けないんじゃないかこれ。あとちょい、ファイヤー、ファイヤー、もうちょいですね。外れた。ぐるぐる回りすぎだろ。なんかあれ。オッケー。 If we could dominate one, we could turn the weapon of the enemy against him. Like a ring of power. You do nothing to dispel my fears. オッケー。よし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 。で、またか、またドレイク来るのか。行くぞファイアボール。地上からじゃないってなんかうまく倒せない系かね。こいつら逆に外で倒せちゃう方がいいのかな。オッケー、一回降りて。
熱い熱い。Okay. Their spirit endures. It returns to Barad-dûr, growing in strength until it can again. ちょっと HP くれ。So, 地上で戦った方が全然楽だったね。エルタリエル町です。こっちかい？どうせまたドレイク出てくんだろ、これどうせ。ちゃんとあれだね、ドレイクついてくるのがいいね。こっちですか？出たほい。お、なんだ、動けなかった。おいし、危ねえ。でかい。あ、やめろ。ほい、ほい、ほい。危ねえ。おりゃー、どうだこの矢の数。どりゃ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 。おいて。ああ、これでどうだ。おお、また過去の記憶が見れるのか、これ。You should have given me your daughter's hand when I asked.Safe return. それで指輪を入れられたのか、力の指輪を。めちゃくちゃ気合入って復活してんじゃん。
Please, don't fight him. If you kill me, you'll start a war. War has come! はは、完全にサウロンの罠にはまったわ。うわ、時には力の指輪に支配されてんだね。You, how could you? You stood beside Sauron as he gave these kings the very rings that doomed them. Those rings were meant to bring order. Sauron deceived me. He deceived us all. Knowing what you know now, still, you crafted a new ring. He crafted a ring.Why else did you pick up my hammer? It is not noble men we are dominating, but savage orcs. And it is with this army that all Sauron has wrought will be undone. No matter the cost. A drake would have been a great asset.ケレブリンボールも何とも言えないところだね。さてどうしたものか。はい、というわけでまあね、時間的にちょうどいいので今日はこの辺で、次回もお楽しみに。またな。